ゴリケン、どうもお久しぶりです。こんにちは、お久しぶりです。すいません、元気？なんとか、ちょっともういろいろちょっと流行り病にかかってしまいまして大変だった。そうですね、ちょっといろいろ時期が時期だったんですけど、もう全然万全、ご心配おかけしました。本当に、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こっち、若手のね、お笑いでなんとかでもねとか、なんでもね、まんざらでもね、まんざらでもね、まんざらでもねっていうグループなんで、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、弟の翔平、よろしくお願いします。もうゴリケン、はい、もう剣道のいろいろ YouTube やってるじゃん。そうなんですよ、実は8月から立ち上げまして、今動画を、どうですか反響は。今ですね、反響って、まもなく3000人登録という感じなんですけども、再生回数は結構剣道関係者は結構多くて、結構僕の後輩にもなるんですけど、全日本優勝した西村君、とかが拡散してくれてるんですよ。へえ。去年の国友連太郎さんとかも結構応援してくださって、で、いろんなその剣道関係にちょっと始めますっていうのを言いすぎて、ちょっといろんないらんことはちょっとやりにくい状況になってしまいました。あんまりいや、ふざけたことができなくなってきちゃったんだ。そうですね、一応九州学院の監督だとか、中村学園の監督とか、福岡県警の監督さんとかに連絡したところ、もうふざけたことはできないチャンネルです。真面目な剣道チャンネルになったわけですね。そうですね、基本的には。でもなんかなかなかいいことですよ。ちょっとなかなかね、フューチャーされることがこれまでなかったんで、1回目のゲストは去年インターハイ優勝した福田陽堀と、池田兄弟をゲストに呼んだりして、ちょっといろんな、ちょっと剣道以外のちょっとチャーミングな部分とかも出せたらなと思って、やらせてもらってます。じゃあもう福岡なんかやっぱ九州はほら剣道強いから、みんなね、そうなんですね、はい、本格的な、じゃあ剣道チャンネルと。そうですね、ね、地の利を生かした感じで、やっぱいろんな周りに日本中の学校がいっぱいあるんで、全部自分で編集してんの？いや、これがですね、ディレクターも僕の福岡大学の剣道部の一つ下の後輩で、松井くんっていうのがいて、で彼も、じゃあ剣道し、はい、剣道を知ってる方がそのディレクターをやってくれてるわけだ。そうです、剣道三段の書いて、その句がね、じゃあもうどんどんどん、もう稽古とかもしてたりしてんの？今まだちょっと稽古できてないんですけども、僕自体は、その松井ディレクターっていうのが今度9月の末に4段の昇段試験を受けるんですよ。おディレクターさんが、はい、それもちょっと密着して、はい、いろんなこう、77の先生とかに型とかですね、いろいろ教わっていって、ちょっとドキュメントチックにちょっとやってみようかなとか思ったりして。ゴリケンじゃなくて、そのディレクターのためのちょっと趣旨がブレてるんです。僕が2022年にならないと5段受けれないんですよ。あ、なるほどね。はい、じゃあまだ随分先じゃん。そう、その期間中がですね。でもそのディレクターがちょっと人気者になれば後が楽だなと思ってなんで楽を選ぶんだよ。全然ちょっと年が5の線なんで、でもこのなんか剣道のね、こういう剣道やってる方が、やってる人がこういう YouTube とか始めてって、でそういう、剣道関係者の方がこう見てくれたりとか、そこからまたどんどん派生して、いろんなことが、いろんな方が見てくれたりすると、剣道の普及につながるしね。そうなんですよね。ちょっと、いいですよね。はいはい。なかなかないからね、テレビでは。剣道の、だから、僕もだから東京の方でね、はい、始めるんで、だからその、ゴリケンとこう、で、番組でこう、はい、ちょっとコラボして。ぜひ。いや、もうこれはもう、ね、できたらね、芸能界の剣道部のキャプテンはやっぱりリーダーなんで、
ちょっとやりましょう。キャプテンがリーダーです。なんですか、もう。やっぱそこはもうご挨拶。ちゃんと東京に来て副音声で爪痕残してったじゃないですか。あれはちょっとすいません。全然関係ない話をしてしまって、ちょっとリーダーに突っ込まれた。いえいえ、よかったですよ、もう。なかなかね。質問なんですけど、はい、チャンネルの名前とかはもう決めてるんですか？今ね、先週とかこの前が始まったばっかりで、はい、仮で作ってるんだけども、はいはい、剣道人生っていう仮のタイトルなんだけどもね、はい、ちょっとまあ幅広くそう、まあ、いろんなことをやっていこうと、そういうことですよね、いろいろ幅広くいける、はい、あーなるほど、うん、楽しみ できればまあその芸能人の方のね、うん、をこう集めて、はい、まあそうするとまあ見やすいじゃないですか、はいはい、でもそのまあいろんなレベルの方がいらっしゃるんで、そのレベルに合わせた稽古をやってみたりとか、こう剣道の再開を始めてみたりとか、はいはい、そういういろんなことをまあやっていってみようと、はい、そういうふうにしてるんですよ。リーダー自身は剣道の稽古はされてるんですか？今はね、うちの道場が8月か8月ぐらい7月の終わりぐらいからかな、まあ、ちょっと再開できるようになって、でそのシールドしたりとか中にマスクしたりとか、扇風機回したりとか、そういう風にしてもう徹底して、だから僕は週に1回ぐらいかな今稽古されてるんですね、うん、ぜひそのやりたいですよね、一緒に何か。そうだね、だからまだこういう時期だからね、そんなに行き来もなかなかできないけど、なんかそういうふうな機会があったら、ね、そうですね、ちょっとぜひそういうのもやりたいですね。リーダーも九州に来ていただいて、いろんな名門校を回るみたいな、うんうん、やりましょう、やりましょう、そうですよね、リーダー一緒に行きましょう、A じゃないかでしたっけ、 A じゃないかさんでしたっけ、あんなでもねーです。一緒にねやりたいですよね、ちょっとやっぱりいろんな監督はやっぱ渡辺リーダーのやっぱ剣道をこう盛り上げてくださるということで、皆さん例えば九州学院の監督、米田監督とかもやっぱリーダーにやっぱりこう期待されてるんですよ。いや九州の稽古ってさ、どんな感じなの？九州の稽古ですか？広いですね。じゃあだから例えば必ず係稽古をやんなきゃいけないとか、そんなことはない。いや、今のですか？今のその、うん、高校のですか？高校じゃなくて、我々がこう道場で行ったりしたら、もう普通にやっぱまあ小学校とかだったら子供たちとちょっと一本稽古みたいなのした後、大人が集まってするぐらいです。もう九州だからっていきなり打ち込みするとか、そういう偏見はやめてください。なんか激しい激しくなんかこのイメージあります。ありますよね。でも何でしょう、なんかこのなんか指導される初対面の人だけども、年配の先生に捕まって15分ぐらいなんかこう説教されるっていうパターンあります。俺もし稽古に行ったら、そういう先生は先に教えといてくれるでしょ。そうですね、そこは、はい、ちゃんと言っておきます。ちなみによろしくお願いします。ちなみにろくでもねえさん、まんざらでもねえ、それは投げやりな名前じゃないです。さんは東京で剣道経験あるんでしょうね、もちろん。そうですね、ずっと国士館で剣道やってました。国士館？はい、はい、すごいじゃないか、国士館っつったら。はい、うちが国士館高校。みんなね、みんなこう国士館って聞くとね、みんなびっくりするんだ。国士館ですね、名前は強いです。 PC で有名じゃないけど、そこ卒業されて、でもなんか見た目がその国士館っぽくないですよね。はい、でもしっかり大学まで国士館でやっておりました。国士館のもうがっつり、じゃあもう結構大会に出て、あ、すみません、大学は同好会でした。ん？何すか今？大学はサークルでした。サークル？はい、大学は。どうしたら国士館出身って。でも高校まではしっかりちゃんと剣道部でやってました。あ、
で、国士舘の普通の体育部会には入らなかったってことですか。はい、そうです。どういうこと。大学なんか手放したくなったんですけど、6でもね、うん、でもね、まあ、本当にもしかしたら6でもないかもしれないです。すみません、頑張っていきます。はい、ちょっと頑張ります。はい、そうなんです。っていうお仲間なんですね、じゃあリーダーの。はい、そう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 、僕荒川区の大会で、で彼が 三段の部で、優勝して、お素晴らしい、うん、まあ、あの区の大会なんですけどね、でそこで知り合って、はい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 、そういうことで、はい、うん、上げていきたいですね。で、まあ、今度はこういう YouTube の剣道のチャンネルをやっていくんで、はい、いろいろこう手伝ってよっていう話で、うん、はい、九州出身のタレントさんで剣道やってる方ってのは多かったの？多いんですか？これやっぱリーダーも共通してますけど、やっぱ有名どころで言うとやっぱ飛鳥さんじゃないですかね。飛鳥さんね。飛鳥さん真面目だよね。剣道よ。すごい。一緒に商談審査受けたんですよ。あ、そうなんだ。でお父さんが七段で。年齢90歳なんですけど、マスター何連覇もしてるんですよ、日本一で。へぇー、でも九州では有名な方なんだ。もう宮崎先生って有名な方ですね、お父さん。へぇー。で、飛鳥さん自体もインターハイに出てるじゃない。はい、札幌でね。ね、はい、出られてますね。うん、もう本当に試合に強い方ですよね。うん、稽古とかってよりも本番に強いじゃないんですけど。もう2人とも一発合格。僕はその前に1回落ちてたっていう、落ちたんですけど、その時はその時は受かりました。1回じゃない。よかったね、一緒に受かってね。ギリギリ、はい、本当に。でもギャラリーさんって来ましたですもんね、人が。ああ、そうそうそう、俺もね、一回、飛鳥さんと、その、東京都の、高齢者の、大会があったんですよ。で、そういう大会には、観客席はあるんだけど、ほとんど観客が来ないんだけど、飛鳥さんが出たら、観客がうわーっともう集まっちゃった。びっくりしましたもん。で、ちなみになんですけど、僕はこの目で嘘をつくって歌があるじゃないですか。うんうん。矢野飛鳥さんの。あれ恋愛の歌じゃなくて、やっぱ剣道の歌っていう。ああ、なるほど、なるほど。目で嘘をついて、こう、相手を誘ったりっていう駆け引きをする。ちなみにちょっと言いたかったんですよ。すいません。よかった。よかった。このチャンネルの中でも傷跡を残したかったのね。それだけ言いたいな。でも飛鳥さんの歌、やっぱりこう男っぽい歌多いもんね。そうですね、優しい歌だけじゃなくて、うん、力強いやつもあります、うん、ちなみにリーダーは6段いつですか。俺はね、60の時に5段が受かったんで、でそこから来年 5年経つ。あ、ということで、じゃあチャレンジャー。だから来年の春、来年の春に権利が。はあ、いよいよ。ただ6段はね、6段だと全国なんだよね。はいはい、そうです。全国の方がいらっしゃるんで、ちょっと怖いんだ。これまでの商談審査とはちょっとやっぱ6段ってちょっと違いますよね。そうなんですよ。だからちょっと全国から集まっていろんな剣道の方がいらっしゃるから、ちょっと心配だなっていう感じでは。芸能界において6段取られてる人って過去師匠が7段ですか。小三師匠が、落語家の小三師匠が7段持ってたのかな。うん、他6段の方ってあんま聞いたことない。6段はいないかもしれないですね。ちょっと僕の知ってる中ではいないですね。リーダーが一番最初の。だから俺の夢はその65で6段を取って、
そこから6年待って71で7段を受かると。うおー、あー行きますか、そこの7段までね。何か研究はされてます？え、6段に向けて何か研究というか研究だから今まではやっぱこう試合に勝つ剣道だったけども、なんていうんですか、やっぱりこう6段らしい剣道、6段にもう向かっていく剣道、正しい剣道、あそういうのを今こう模索してこう研究しつつ6段をしっかりと取りたいと、でも、ね、はい、立ち合いでもうつまりやーっと言ってフェイントせずめーって一発打てれば、うん、なんかこう合格するかも、まあ、その簡単なことが難しいですもんね多分。まあやっぱ初立ちがね難しいですよね。立ち上がって半歩前に出る、構えて半歩前に出る、これを今心がけてるんです。下がらない、うんうん、半歩前に出る、ここです。どうでしょうか。いや大事だと思います、それ。でもあれ打たれたとしても打たせてやったんだぞぐらいの立ち振る舞いの堂々さも必要ですよね。そうだね、うん、打たせたんだ、打ち切る、こういうことですよね。そういうの若手がやったら怒られますからね。ああ、なるほど、怒られちゃう。誰でしたっけ。まんざらでもねえです。すいません、まんざらでもねえです。ごめんなさい。だからやっぱり今ね、その東京だけじゃなくて、そのまあ Facebook とかね、そういうのであのいろいろね、あの宮崎の方で教えてもらったりとか、うん、佐渡に行ったら佐渡 の先生方に教えてもらったりとか、香川に行ったらその香川の方たちに教えてもらったりとか、なんかそういう風にしていろんなところ、 Facebook ってあるじゃないですか、あれでこうここに行くんで、あの稽古できますかって言うと、みんながあのバッとこうここでできますか、そこでできますみたいなことを教えてくれるんですよ。でいろんなところに行って、その時間があのロケなんで時間が合えばなんですけどもっていうふうにお断りを入れて、あのお時間があったらじゃあやらせてくださいって言って、いろいろあの勉強させてもらいました、稽古させてもらいました。剣道はウェルカムなとこありますですもんね。そうですね。だからぜひ今度あの、ね、福岡の方に行った時に、はい、ね、一緒にできたらいいですね。いろいろあの稽古できる場所を紹介します。はいはい、ぜひぜひお願いします。だからゴリケンの剣道あの YouTube で見たよ。あ、ありがとうございます。ちょっと、うん、最初1本取られて次ここで取り返したやつ、まさにゴリ剣道チャンネルのやつですね。ありがとうございます。そう感動で頑張ります。強かった、あ強いんだと思って。一回大会 TV で一緒に出られたのも忘れてますよね。そう大会 TV の時にね、一緒に出てね。はい。でね、今日はね、まあ他にもいろんなタレントさんがいるんですよ。はい。わかります。あれですよね。あの合間にちょっと胴の上からジャージ着てると強そうに見えるやつですよね。でもあのゴリケンちゃんさんチャンネル、YouTube のチャンネル見させていただきました。ゴリ剣道チャンネル。あ